こういうことなんですよ。これがサッカー。いやいや、わざと。そう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 。そこでは勝負せず。なるほどというふうなのは勉強になります。すごい話。すごい話。そう、サッカーのすごく上の話。すごい話。その惜しく。だから少しちょっとね、はい、あの企画をちょっとガラッと変えまして、森岡さんが経験した中で選ぶ、はい、森岡ベストイレブン発表。さあ、ということで森岡さんには事前にですね、はい、フリップにベストイレブンを書いてくれています。じゃあそかオープンしましょうか、一気に。大丈夫ですか？いいですか？じゃあ行きましょう。森岡さんのベストイレブン、こちら。ドン！ドン！出ました。あら。さあ、ちょっといいですか、森岡さん解説していただいて、ゴールキーパーから。はい、はい、先に前提で、はい、あまりにも多い、そうですね、決めるのがちょっとあれだったので、ここに書ききれない人間が100人オーバーぐらい多分いると思うんですけど、はい、本当にただその中でちょっと面白そうだなっていうメンバーで行くんだ、はい、思い入れのあるメンバーと言いますか、はい、キーパーは真田さん、真田選手、元先輩、エスパルスの先輩です ね、なぜならばというところで、はい、代表で一緒にやったキーパー、楢崎なり川口の人いるんですけど、真田さん、自分が若い頃にやっていて、はいはい、もう安心感ですね、あ、後ろにいるだけで、うん、もういつも大丈夫だと思い、ミスっても、はい、大丈夫大丈夫、俺が守ってやるよっていうようないい声かけだったりとかっていう、はいはいはい、その人を落ち着かせる、なんか安心感を与えてくれるっていう意味じゃ最高でしたね。今まで経験した中で選ぶとやっぱり、まあね、ずっと一緒に、はい、まあ、元日本代表もね入られましたもんね、佐野さんね、はあ、はい、でそしてセンター、まあ、3バックで、あ、3バック3-5-2って形で今組んでますけど、はい、3の真ん中で松田直樹、はい、もう今まで、はい、今まで自分が見てきたディフェンスの中で、はい、日本人の中ではもう最高ですね。うん、どのあたりがですか？何でもできます。あ、パス、ヘッディング、アタックもディフェンスも、はいはい、もうで性格的にも本当にもう本当に大好きですし、一番自分がヨーロッパでやってる姿を見たかったディフェンダーです。もう松田さんに海外行ってほしかった、はい、わ、本当に日本人で、まあ、当時なかなかね外、うん、ディフェンスが海外っていうのはない時代で、そうですよね、うん、まあ、本人自体も日本が好きってとこあったかもしれないけど、うん、本当個人的には彼がもうそれこそチャンピオンズリーグとかでプレーする姿、うん、まあ、今は冨安選手がね、はいはい、素晴らしい選手行ってますけど、もうそのはるか前の時代にね、うん、それぐらいにね、インパクト残せる、それぐらいなタレント持ってたなと。いや、性格も明るいですしね、もうみんなに愛される選手だったんで、なんかセンターバックと、うん、はい、でも重いね、森岡さんのこの、そう、俺が今まで見てきた中で、ずっと一緒に一番、若干僕と藤田君がちょっと泣きそうですね、はい、うん、そして、はい、右にユージ、はい、で左はコージですね、まあ、3バックってなるとどうしても自分が一緒にやった選手ってところで、はい、中でなるとユージ、松とでもう一人、ヨーロッパでとか、はい、なんかそういうプレーする姿を見たかった選手ってなるとユージですね。あ、やっぱり、うん、それぐらい彼のタレントもすごい、はい、で彼がすごいのがどんどん上手くなっていく、うん、あ、なるほど、うん、代表でまあ欠かせない、日本に欠かせない人材にもなったっていうのもあるんだけど、はい、彼もそのどんどん上手くなっていったなって、うん、まあ、性格もほんとすこぶる、はい、最高にいい選手ですね。ゴールも結構決めますし、ね、いや、そうですね、中澤選手は武器がすごい、うん、ヘディングっていう武器もあるし、足元もどんどん上手くなっていったかな、うん、そのサッカーの向上心っていう意味では、はい、うん、彼も本当にこの2人はもうぜひヨーロッパで見たかった、でヨーロッパに行ったっていうところで工事、永田浩司なんかヨーロッパ行って、はい、今またアントラーズでね、仕事大活躍してますけど、うん、センスがすごい、センス、もうセンス、うん、彼らなんか一緒にやっててもう楽しくてしょうがない、そういうメンバーですね、はい、もちろんここに入ってない中でね、常とかね、いろんな選手がいるわけなんだけど、はい、だから確かに、ね、僕本当個人的にですけど、はい、一緒にね、矢部チカップで一緒にディフェンス組ませてもらったんですけど、なるほど、2センターで永田浩司さん左で僕右のセンターなんですけど、はい、石山はあと50センチとか言う、寄せるときにそんなコーチングない、今まだ行かなくて、今まだ行かなくて、ずっと後ろから言ってくれてて、うん、で、相手選手に福西選手いて、はい、
福西選手がボーンとボール裏出して、うん、あこれ間に合わないわと思ったら、うん、中田さんが戻ってて、うん、バーンってカットした時に福西さんがちっちゃい声で、うん、うわ工事 かそれぐらいその、福西さんがうわ工事やここに出したら工事おったっていうそんな感じなんですね多分ね、うん、うわ工事なんやうまいわっていうことなんですね。だから本当にサッカーセンスの塊って感じかな、工事なんかは。足元も守備も。あとイケメンです。うん、確かにね。そう。間違いない。かっこいいですよね。だら彼らとか、まあ、ここにいるメンツとか多分みんなあれなんだけど、久しぶりにポンと集まっても、はい、普通に当たり前になんかサッカーになるっていう。いやああ、そうですね、うん。そのぐらいね。安心感ですね。それ中盤だ。中盤。はい、中盤じゃあ真ん中で、はい、まあ、彼とは直接一緒にはやってないですけど、はい、長谷部選手。あ、そうですか。いやすごいですよ。すごいですか。一緒にプレーしてみたかったですね。長谷部と。わあ、うん、そうですか。なんか、浦和の時にトップ下かなんかで出てる時に対戦して、ちょっとドリブラー気質の時ですもんね。そうそうそう、まね、自分が晩年になってたら最後の方の時に普通にかわされたりしてたんですけど、はい、彼がよドイツに渡ってからの活躍はいくつか解説させてもらってますけど、うん、はい、褒めどころしかなかったですね。うわ、やっぱいい選手なんだね。まあ、あとはキャプテンシーっていうんですかね、リーダーシップっていうところも含めて、うん、真ん中にいたら安心するだろうなっていう感じで選ばせていただいてます、はい、で左右に、はい、サントス、アレックス、これですね、まあ、元同僚ってところで、この前で見てたという。そう、3バックやるんだったら、まあ、こういう選手がワイドで、はい、ガンガン行ってくれれば、これ欲しいと。まあ、この中盤の人間にスペースも生まれるしってところで、うん、って感じですね。一緒にやっても何もいないんですけど、はい、ダニアウベス。ダニアウベスだったんで。これここだけ結構ガチ名ですよ。ダニアウベス。これどういう、いやどうですか。見立ては。指導者になってから自分の中でいいプレーとか悪いプレーとかクリップいっぱい持ってるんですけど、はい、圧倒的に多いです。いいプレー。いいプレー。やっぱサイドに置いた時すごいんだ。はい、もう男って感じですね。もういてくれたら助かるサイドなん。味方の分まで戻すとか、もう1回2回3回4回5回目ぐらいまで追っかけちゃったりとか、もう自分のケツは自分で拭きますみたいな感じの部分も含めて、うん、外国人の方にしては珍しいタイプですよね。でもこのガンガン追いかけるのって、まあバルセロナ時代にやっぱりそういういい文化が、まあ、彼にも入ったというか、だからバルセロナに行ってそのプレーするってところを徹底的に楽しんでたうちの一人なんだと思うんですよ。お右に置きますか。ダニアルベス決まりました。まあ、自分も右サイドバック結構長くやってたんで、はい、まあ憧れ的な感じですね。ここで悩んでたんですよね、森岡さん。ここで悩んで。右サイドね。はい。で、はい、じゃあ真ん中でジダンと。ここすごいね。ジダンとヒデですね。はい、ヒデさん。まあもう言わずと知れた。うん、やっぱり頼りになりますか。なります。はい、背中が頼もしいですね。見てみたいね。生で見れんかったからね。そうね。いやすごいんだ。こっちが弱気になるようなゲームでヒデがぐっと前向いてボールを運んでいく姿を後ろから見てると、はい、本当にね、まあ、それほどなんかこうじゃあ仲良くしてるか、うん、仲良くつかそのプライベートですごいつながりがあるのは全然ないんですけど、はい、だけど本当あのボール運んでとかドスンとした、まあ、実際背中広いんですけど、はい、本当になんか飛びつきたくなりますよ。それぐらい頼りがいある、うん、頼りがいは。だから外国の方もバッタバッタ投げ倒して走ってましたね。そう、すごい本当フランスで3度2で僕らがろくに走れないというか、はい、止まるストップ動作も難しいようなグラウンドの中で、うん、彼がもうギュンギュン抜いてって、うん、ミドルシュートで多分バーに当たったかな1本、うん、あれ見た瞬間にちょっとね、もう本当に感動しましたよ。でそんな中、はい、もう圧倒的にゲームを支配してたジダンさんね。やっぱ相手チームにいましたもんね、この時は。敵だけど、うん、取れない。本当にこの人はすごいですね。もうボールはたかれるし、いなされるしみたいな。そう、いやもう本当にすごかったなと思って、はい、改めて。じゃあもうここに格上でも本当にすごかったね。いやそうなんよ。これだけは、はい、前ですよ、前。前2トップにしてて、はい、まあ、1人がオリバー、オリバーは分かる人は分かるって感じだと思います、はい、エスパルスのね、アルゼンチン人、めちゃくちゃうまかったっすね。めちゃくちゃうまい。
ナビスコカップかなんかでめっちゃ点取りましたよね。うまい強い意外と早いみたいな。これあのこれ見て検索する人いっぱいいますよ多分。そうそうそう、オリバーエスパルスで出てくると思う。これ本当にすごかった。で本当にあのここのツートップのところとか、まあ、シャドウとかでもそれこそカズさんなんかも圧倒的にここに僕の中の憧れで入るところなんです、はいはい、そこは間違いないんですけど、はい、ここの今ちょっとオリバと並べてって考えた時に同じあのこの2人が何かの J リーグ選抜かなんかで、はいはい、外国人選抜で1回セット組んだ時の、え、オリバとピクシーが、まあ、このポジションじゃないけど組んでやってるのも見てる、はい、見たんですよ。その時なんか相性良さそうだなとそれ覚えてたんですね。それ覚えてピクシー、まあ、もうストイコビッチさんはね、はい、圧倒的なもうカリスマと技術とやってますもんね。ピクシー、うん、ピクシーうまかったですよ。うまい、ピクシーうまい。実際にもうあの試合も試合は、はい、だ自分がその時例えば名古屋のフォワードでウェズレー、はいはいはい、僕の守備の考え方というところで言うと、まあ、出させて取るっていうようなね、はい、自分へのパスのように、はい、相手のスルーパスは自分へのパスのようにっていうような感じで動くんだけど、だからある意味予測ができてて、はい、来たって取れるっていうことがゲームでできたらいい感じなんですけど、はい、分かってて取れない、分かって分かって分かってギリギリ届かないところにボールを落としてくるみたいな一番嫌なやつだ届かないっていう感じで最後ギリギリ打たれちゃったりとか、はい、で届かないの足の伸ばし方やと追いかけれないですよ。追いかけれないすぐには反転して本当に嫌なところにボールを注ぐ。いや、そういうことだ。ギリギリのところに出るんだ。分かってるけど質で抜いてくるっていうことができるし、分かっててるけどその逆を取るっていう、そういうこともできるし、やってることはシンプルやけどクオリティが高いってことだ。結局上に行く上のトップのレベルってそこがすごい。だからジーコさんもそうだし、うん、もうジダンなんてそうだし、はい、まあ、ピクシーもそうだ、うん、まあ、そこが強烈かないや。でちょっとねことまたあのこの収録のちょっとね外れたところであのデルピエロ選手のね、デルピエロ選手もやったんですよ、ね、デルピエロすげえ。これでも森岡さんも言ってんねんけど、うん、中澤選手も言ってたの。デルピエロも同じこと言ってた。その、うん、頭ヘリング届かんループのギリギリで出てるんですよ、うん、ロブが高すぎて、うん、それだとあ追いつかないなと思って走るんだって。でも飛んだら当たるかもっていう位置のロブパスやから、わざとそこの高さのあのパス出して、そんなことしてくんの。そうピクシーはそのギリギリ足伸ばしたら届かないとこに出てるっていうトップクラスは、うん、デルピエロさんもやっぱすごい。デルもうボールの持ち方がなんかイライラする持ち方するよねっていう、ディフェンスからするとね、味方からするとものすごいいいだろ、はい、敵からすると、うん、何やその持ち方。敵からするともうなどうしてもファールまがいな、なんとか1対1でなんとかしようと思うとどうしてもなんとかかかっちゃってるような。そうで、それをフェルナンド・イエロはあーすごいなと思ったのが、デルピエロにこう運ばせた先でスライディングバシーンって撮ったのとかを映像で見て、わざとだ。そうそうそうそこでは勝負せずに、なるほどというふうなのは勉強になりました。すごい話すごい話そのサッカーのすごく上の話、すごい話。その押し込んで当たったらファウルになっちゃうから、泳がせて出た瞬間にバンっていうのは結構、うん、うまくやってたなと思って、あ出させないでいこうとするとどうしても彼の持ち方上ファウルになっちゃうこと多いから、はい、ほんの少しでもボールを押し出させて、ほんのちょっとなんだけど、はい、足から離れた瞬間を狙うみたいなのは、はいはい、すごいイエローが上手だったから、それを森岡選手は見てたんですね。見てイエローのあそこ前がイエローなんかガシャンってイメージが強いね今ね、あのワールドカップだっつってあの日本代表のユニフォーム着てあの女の子をはしゃいでると思いますけど、こういうことなんですよ、サッカーって。これがサッカー。本当に。いや俺らも普通に見てるやん今。いやでもすごいいい話でしたよ。いやでも背景なんかはいろんなのをね、知ってればもちろん面白いけど、はい、そんなの分からずにもこう空気に触れて、はい、なんかこう震える、心の震えるような瞬間をやっぱり選手は作り出してほしいし、うん、それは日本には期待したいですよね、うん、そういうのね。でまたね、こう初めてサッカーここで、うん、ここでね、もちろんだから好きになる人もいるから、もちろん森岡選手のこの話聞いて、うん、そこまで奥深いんやで見る人もいるし、さあ
もうまとめになりますが、おまとめますか、森岡さん、はい、あっという間に。そうなんですよ。さあベストイレブンも聞いたところで、はい、最後森岡さんにとっての指導者とは、はい、指導者とは、はい、指導者とはということでございますが、あもうちょっとさっきの、話みたいになっちゃうんですけど、はい、いいです。本当に自分の中で指導者とはだから、はい、ってなった時にはなんていうんですかね、まあ、学びをやめないというか、はい、ところは一番大事にしているところではあります、まあ、それと指導者の中でもいっぱいタイプが、タイプというか分類分けがあると思ってるんですね、はい、なんか言ってるの分かります？分かります。もちろんですよ。でなんか個人的にはその選手の本当に可能性を どうやって最大化できるかなっていうところの、うん、いわゆるなんかリーダーシップっていうところも大事になるんだけど、はい、リーダーシップイコールフォロワーに、フォロワーシップを持ってる人間というか、まあ、選手たちに夢を見させるとか、そういうようなことができる、希望を与えれることができる人間がリーダーっていうふうにはよく言われますけど、自分の中の指導のところの話で言うと、やっぱり一人一人がその成長実感というか喜びを少しでも高みを目指していくっていうところに、どれぐらいこうサポートできるかなっていうところに思ってるんですよね。なんかそれは育成だろうがプロの仕事だろうが、プロのというか一種の大人のサッカーだろうが、もうそこは一緒かなというふうに思っていて、うん、だから自分がそういうふうにじゃあ人に影響を与えるっていうためには、自分はもうどこまでもあのそういう選手たちに何か話をする、自分が振る舞いをするっていう時には恥ずかしくないようにというかね、あのしっかりと常に学びをやめないで、あのこの先もやっていきたいなというふうには思っています、うん、はい、ありがとうございます。今日この90分ぐらい喋ったんですけど、はい、森岡さんあの真面目です、すごくすごくいい、すごくいいです。そりゃそうです、はい、やっぱりこのこれも常に学び、うん、学び学びの、確かにね、まあ、自分が勉強しないとっていうことですよね。そう、これはね本に書いてますよね。いやちょっと待って、でも指導者とはって言ったら今改めてあれですね、はい、深いですね。深いですよ。いやなんか指導力とはって言ったら、はい、本当に人を変える力とかっていうのは、はい、自分の恩師なんか言ってましたけど、指導者とは何かって言われた時には、うん、その道でやっぱり一番の探求者じゃなきゃダメなんじゃないかなっていうふうには思います、うん、選手以上に、うん、だからなんかその具現化する道筋をどう探求できるか、真面目な話です。いやいや、いいです。指導者とは探求者であるはいいですからね。いやもちろんそうですね、そういうことです。それも全部書いてますね、うん、こちらに。探求者である書いてますかね。これ書いた方が良かったんじゃないですか、そのこと、うん、指導者とは探求者であるは最後の方に書いても全然いいですよ。10番するときにあのこれは加筆した方がいいじゃないですか。これはいいです。同じようなのは多分書いてます。いや、いい言葉だったな、指導者とは探求者であるは、うんうん、さあということで、はい、最後に虎の語ということでお言葉を一筆いただいておりましてですね、はいはい、森岡さんが人生で大切にしている言葉、なるほど、虎の語を、色紙に書いて、さあ虎の語こちら。笑ってるじゃん、笑ってるシーンは、はい、プレイエブリモメント、すべての、わかんないです、わかんないですけど、これ裏じゃないですか、この、あ、裏にかけって言われましたね。あ、そうなんですか。あ、違います、厳密には色紙ってこっちを、そうそう、厳密で、せっかく虎の語はあれなんだよ、なんか語が、厳密に言うとこっちが、そう、そう、思ってたの、本来そうなのよ、そうなの、そうなの、じゃあ謙遜して裏に。あれ謙遜してんねん僕ら。じゃあこれはこっちが正解なんです。そうなんですか。だから、え、藤田は逆やんと思ったってこと？なんでやろうと思って、そのなんか意味あるのかなと思って。なるほどね。言ってればこっちは正しいんで。なんならもうこれ今の全部そのまま使う感じでしょ？絶対そっちの方が面白い。これがエブリモーメントっていうことですね。プレイエブリモーメントは、はい、その自分のまあエスパルスのアカデミーのプレイングフィロソフィーの中でも 100%。すべての瞬間をプレイする、はい、プレイ 100% and every moment、はい、っていう風に作ってるんですよ。まあ、本当に一瞬一瞬どころか、はい、もうすべての瞬間、いいプレーの後も悪いプレーの後も、はい、もう本当ボールの一転がりでじゃないけども、結局例えば90分のゲームで何回楽しんでますかみたいな、はい、プレイしてますか。で、まあ、いわゆる切り替えとかプレーが続かない人間は1分に1回ぐらいしか楽しめないって言ったらたった90回なんだけど、はい、
1分に60回楽しめてたら何回なんだ、5400、はい、回は楽しみ、はい、もうだから要はもう一瞬一瞬の間までもって言ったらもうだから全部ですよね。だからもうなんか自分のワールドカップの時に怪我をして、はい、自分でジャッジでもうこれチームに迷惑かけるかもしれんと、実際ちょっと立ってんのも無理だ、はい、ってので自分からピッチにお尻をついて、はい、腰を下ろして担架で運ばれて、はい、メンバー交代して、はい、メンバー交代はしたいわけじゃない、当然プレーしたかったんだけど、はいはい、でも自分のジャッジで決めちゃったから運ばれてる間にメンバー変わっちゃったんですね、はいはい、でその後できなかったんだけど、あのワールドカップって一番自分の中でも夢の舞台だったものが、2002年、今だから結構いろんな話してるんだけど、うん、いろんなところで本当にトラウマで、はい、そうできなかったですね、うん、その話をもう本当気狂いそうな感じになってたんですよ、うん、実際ワールドカップ期間、はい、でそれをあの払拭してくれたのがベテランの人たちの献身的な、うん、チームに対して献身的な姿勢で、それを見た時に本当なんでこんな自分が怪我したぐらいでって思ったんだけど、はい、その時はもう必死ですからね、なんで本当に、はい、せっかくの夢舞台にね、そっからずっと思ったの、うん、なんで俺自分でなんかやめちゃったんだと、プレーと、はい、プレーできなかったかもだけど、監督が最初にもうじゃあもう変えるっていう風にやったんだったらあれだけど、自分のジャッジでそれがもう本当トラウマだったの、うん、日本に迷惑かけてもいいから良くないんだけど、他としてもプレーやり続けるべきだったんじゃないかなっていう後悔があって、それが数年間ずっと続いてて、だそういう今だから本当痛くないけどなんとなく倒れて、はい、レフリーが笛で止めた瞬間に立ち上がるみたいな結構あるじゃない、はい、やめようって、はい、そういうのは、はい、絶対プレーできるんだったらプレーした方がいいと、はい、うん、それでチャンスはいくらでも出てくるかもしれないし、うん、っていうようなことは結構選手には言う、はいはい、あの有限だよって、プレーできる時間っていうのは、うんうん、限られてるから、限られてる、ピッチに立ってる間はプレイヤーであって欲しい、はい、アクターになってもらいたくないし、クレーマーにもなってもらいたくないし、うん、だ自分と一緒に同時期をサッカーやってきた、ね、仲間は、うん、まあ、あのもう他界してしまった人間もいるわけで、うん、ってなると本当にこうプレーできる喜びをもう思う存分味わってもらいたいなと思って、うん、こういうのを今自分の中ではずっと掲げているところですね、うんうん、プレイエブリーモーメントということで、本当ね、いろいろ思うこともあります。僕らが知らないね、はい、森岡さんの当時の気持ちとかも知りました。楽しめてんのかな、自分今な。今エブリモーメントな。このエブリモーメント、うん、ここだけじゃなくて、うん、舞台とかでも、うん、やめちゃってる時あるよな。ちょっとごめんなさい、もうこれ読んだ方が早いな。俺は果たしてエブリモーメント楽しんでる。いやもうちょっと暗いのよ。なんか変な結果になっても、うん、もうその時その時を本当に精一杯やりきると先につながっていくよっていう、まあ、なんか全部が先につながっていくっていうようなところで、うん、自分の中ではそういう思いも込めて、なんかいろいろ悩んでたり、うまくいかねえなと思ってる人間がいるとしたら、なんかぜひ見てもらいたいなとかっても思うので、それを全部まとめてのプレイエブリーモーメントで、こっち全ての瞬間を生きるプレイエブリーモーメントはここの本のところ、このサブのところにあります、ね。ああ、そうです。全ての瞬間を生きる、はい、ここに全部入っておりますけど、ぜひ皆さん、書店に置いてますよね。はい、皆さん今日でも宣伝するようじゃないんですよね、全然ね。偶然出てきただけなんですよね。僕が勝手に何回もやってるだけなんですよ。これ用に来ていただいたわけじゃないですよ。そうなんです。そうです。それではあんな熱い話出ないですか、はい、そうです。見てねーだけですから。それとしてはもう、あんなですから。そうなんです。ということで、そろそろお時間となりましたので、本日の名将、森岡さんでございました。長々とすいません。ありがとうございました。ありがとうございました。いい話聞けました。よろしくお願いします。